石山さくらのボーカルレコーディングの様子をご覧ください。じゃあ撮っていきましょう。お願いします。はい、まずは、じゃあサビを一回出していくので、はい、自分の歌うところをガッと歌っていってください。はい、はい、この世界は素晴らしいよね、あなたがいれば ここはワンダフォーワール。いいじゃない。でその感じでもう一発、ここはワンダフォーワールドのところでやっぱちょっと低くなるので、気持ち明るめにいけると、はい、うん、オッケー。じゃあもう一発いってみよう。ここはワンダフォーワールド。ここはワンダフォーワールド。これだけか。はい。ここはワンダフォーワールド。では2番いきましょう。はい。2番もサビ前のところからずらっとかな。はい。うん、感じはもうすごいいい感じです。あとはそうね、高いところでちょっと揺れちゃうのももったいないなっていうぐらい。はい。あんま力入れなくても大丈夫。全然楽にしちゃうから。はい、さあ、はい、もう一回行ってみよう。出会えたから、この世界は美しいよね。今どこ見てた？今どこ見てなかったんですか？手上げないで歌ったら出んのかなって思う。うん、なんかすごいどこ見てんねやろな。面白かったからまあいいよ。よかった。OK。では、じゃあ、You say you love me and I say I love you。You say love me。You say I love you。まあ正確に言うと、You say you love me。You say you love me。Me. You say love me、うん、And I say I love you。 You say you love me。 You say you love me。 And I say I love you。 And I say I love you、うん、あらまあ、正確に言うとそうやねんけど、 You say you の you、 あの2回目の you なとか、 I say I の I、 2回目の I はほぼほぼそんなにしっかり言わなくていい。You say you love me。 そうそうそう、 I say I love you ぐらいな感じで、快晴です。 You say you love me and I say I love you、 いつまでもいる。まあいいんじゃない。そうそうそう、そういうこと、はい、な感じです。それをまあ、もうほぼええねんけど、
もう一発だけ一応やっていきましょう。はい。サビ歌ってる時と同じ感じ。はい。この世界はって歌ってる時と同じような感覚、明るさというか。はい。うん。その感じで、これを歌う。で、一発目、You say love me のところの二回目の You はそんなはっきり言わなくてもいい。はい。もうなんだ、You say love me って聞こえていいぐらい。You say love me! はい。OK。はい。You say you love me and I say I love you いつまでも only you で、じゃあ次ラララのところ一回する見てララ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 ラそうそうそう、今の話。はい。ラララ、頭の音が多分一番入りにくいと思うので。ラララ、そうそうそう。ラララ。うん、オッケー、もう一回。いつまでも、ラララララララ。以上でーす。ありがとうございました。ありがとうございました。